毎日ブログ生活1008日目、アクリル板への接着におすすめの3選。アンダーアーマーがスポーツマスクで販売を伸ばしているアクリル板への接着について、おすすめの3接着剤を3点紹介します。日焼けした足がかゆくてどうしようもない、久留米でボンドを専門に販売している末慎こと末安慎二です。ベースボンドの総合理念、人と人をくっつけて夢を叶える。今日も張り切ってお願いします。今日のお題はアクリル板への接着におすすめの3選。コロナの感染者数が減ってきていますが、まだまだマスクは外せませんね。最近は布マスクからサージカルマスクを主にする会社が増えています。スポーツメーカーのアンダーアーマーのマスクの販売が大ヒットを記録している。2020年の家庭用マスク市場は5020億円にも上ると予想された。急激なマスク需要の増加によって市場に様々なマスクが出回るようになった。そんなスポーツマスクとして異彩を放つのがアンダーアーマーが開発した UA スポーツマスクだ。独自の設計で3層構造になっている。通気性を保ちつつ湿気や汗の通過を抑制。肌に触れる内側の裏地には冷感素材を使用し、着用時の涼しさを持続させる。コロナ禍でアスリートが困っていると聞き開発したという。素晴らしい開発力ですね。先日アクリルに対する接着相談がありました。アクリル板をきれいに接着したい。そこでアクリル板への接着剤のおすすめの3つを紹介します。1番目はアクリサンデー接着剤 30mm。 アクリル板への接着剤の第一人者、まずはこれから試してほしい最初の一品です。二塩化メチレン（ジクロロメタンやメチレンクロライドによりアクリル樹脂同士を溶着する接着剤です。溶着とは樹脂同士を溶かしながら再度固まるときにくっついて接着すること。強力かつクリアに仕上がるのが特徴。アクリル板のほかポリカーボネート樹脂、ABS 樹脂、スチロール樹脂の接着が可能です。接着面に流し込んで 1,2 分ほどで固定できます。1日間放置すれば完全に硬化します。水槽のハンドメイドに最適です。2番目、ヘンケルジャパン模型用プラスチック強力接着剤 30g 透明。アクリル樹脂のほか塩化ビニル樹脂、ABS 樹脂にも適しています。速乾性に優れ、乾燥した後の透明な仕上がりになり、優れた耐水性を持つ特徴の一つです。金属製のマイクロノズルがついているので些細な補修に最適です。3番目はセメダインスーパー X クリア 20mm。 アクリル板はもちろん、その他のプラスチックや金属ゴムコンクリートにも使用可能な超多用途接着剤。紫外線にも強く、屋外の補修にも使用できる。以上3点がおすすめの接着剤です。アクリルは透明なだけに接着も慎重に行う必要があります。そこでもう一つ、アクリルをきれいに接着するコツを教えましょう。アクリル接着剤を使った溶着は何度も練習をしないと綺麗に仕上がるのは意外と難しいものです。綺麗に仕上げたいのなら接着面を磨いて平らにしておく。平らに噛み合っていなければ気泡が入ったりして仕上がりが悪くなります。参考にしてください。エースボンドは九州で唯一の接着剤専門の販売と技術指導の会社です。今日の一品です。エースボンドの応接室に畳ヨガマットを置いてみました。
部屋に入った瞬間にイグサの匂いがして癒される。畳ヨガマットはエースボンドで販売しています。ではまた。スエシンでした。